沿道の方には「朝倉頑張ろう」と書かれた紙をこちらの方に見せていただいております。ありがとうございます。今から登場しますね。参加ナンバー933番、朝倉市秋月鎧空へ丼団体の皆さんが登場です。ありがとうございます。福岡県朝倉市では昨年7月の豪雨災害により大きな被害を受けましたが、多くの方のご支援により復興へと突き進んでおります。本当にありがとうございます。この秋月鎧揃えは黒田官兵衛の孫黒田長興が開いた筑前の象徴と秋月に伝わる伝統行事です。毎年11月にはこの伝統の鎧揃え行事が行われています。また朝倉市には美肌効果により選出でダブル美肌と歌われる川瀬温泉もありますね。福岡都市圏からも車で60分、朝倉市からご参加いただいております。朝倉市秋月鎧空へ丼団体の皆さんです。続いて見えてまいりましたのは参加ナンバー917番、柳川市よろつく丼団体の皆さんです。柳川市は旧柳川藩の城下町として栄え、詩人北原白秋が生まれ育った水郷の町で、平成27年3月には国名勝水郷柳川として指定されました。情緒あふれる川下りや名物うなぎの製麺師、国名勝立花市庭園、柳川藩主立花亭御花などが有名な福岡県南部の観光地です。ここ福岡からは西鉄電車特急で48分のところにあります。今回参加のドロップス丼は太鼓やってドラで奏でるお囃子に合わせ、お面をつけた踊り手が人間の喜怒哀楽を表現しています。毎年10月中旬の3日間宮橋神社の秋季大祭おにぎりで奉納されております。917番、柳川市ドロップス